こんにちは、ステレオカメラの相場です。今回ご覧いただいてますレンズはハッセルブラッド用のレンズ、カールツァイスドナーの 250mm CF タイプのレンズになりますね。はい、はい、では、外観から見ていきます。はい、ご覧のようにドーンと大きめのレンズですね。長物ですね。はい、CF レンズですので、黒強度オンリーになるんですけれども、こういったバレル部分ですねに擦れた跡とか、当たりへこみ見当たらずに大変綺麗ですね。文字の消えもありません。 CF レンズ特有のですね、こちらの、滑り止めのゴムにも、劣化して白くなったりとかしてないですね。大変綺麗な状態のレンズになってます。備品ですね。ご覧のようにフロントも綺麗ですね。フードを脱着した後の、擦れも見当たらないですね。はい、レンズですけれども、前玉、後ろ玉ともに大変綺麗ですね。はい、ご覧のように、擦れ傷や引っかき傷、コーティングの剥離、バルサム切れ、ハモリカビ、見当たらないですね。ゴミ釣りの混入もほぼ見当たらないで大変綺麗なレンズになっております。はい、はい、プレビューもきっちり効いてますね。はい、はい、CF レンズはほとんどシャッターは壊れないんですけれども、一応シャッターのチェックをしていきたいと思います。はい、CF レンズの特徴として、この絞りとですね、シャッタースピードが別々に動かすことができますね。はい、では低速の1秒から見ていきたいと思います。はい、すいません、ビデオのピントがちょっとずれましたけども、はい、1秒きっちり刻んでますね。はい、安定して切れています。2分の1秒です。はい、2分の1秒もいいですね。次が4分の1秒。4分の1秒も、はい、きっちりと切れています。はい、低速シャッターに粘りや、シャッター膜の遅れなどないのはお分かりいただけますね。はい、で追速の60分の1秒です。ほとんど開いているのがなかなか見えないと思いますけれども、60分の1秒もきっちりと切れております。最後に、高速の500分の1秒ですね。こちらも見えないんですけども、ほとんどきっちり動作して一瞬シャッターが開いているのがお分かりいただけると思います。はい、ということで、シャッター外見光学ともに全く問題のないゾナーの 250mm ですね。CF タイプレンズになります。付属品が、こちらの純正の前後キャップですね。はい、ご覧のように T スターコーティングの印がついてますね。はい、非常に綺麗なレンズになっております。はい、ということで、はい、はい、ハッセルブラッド用のレンズ、カールタイスドナー 250mmCF タイプレンズ、T スターコーティングの大変備品になっております。ぜひお早めにチェックしてみてください。以上です。